はい、おはこんばまさひろです。今回もキングダム7フラやっていきたいと思います。早速ですが第30章、6章級の武将ということで特別編やっていきたいと思いますが、その前にちょっと1日1回無料馬車やってないんで、こちらからなんか毎日みんなとやっていけたらいいなって思うけどね。あーもうダメだね。なんかね、めちゃくちゃ迷惑メール来んだよね。通知オフすればいいんか。あ、これカチカチやん。硬いね。ラグがあるってことですもんね。多分今こう、カクカクしようってことは。星さん、ランカイ。ランカイでーす。はい、ガシャ更新します。今日、取ります。多分10個集まるんでいいし。50個で。嬉しいよな。リミテッドやっていきたいと思います。では早速ですね、ストーリー第30章特別、いろいろ探したんですけどね、なんか調べても出てこないっぽいんですよね、攻略法が。なんでまあ自力で今回やっていこうかなと思っております。10個やけんね、1,2,3,4,5、これ全部クリアしたら10個です。蒙古軍武将を一人以上編成して、蒙古軍だってことは、王戦入れればいいってことです。多分。これ、分解しようかな。これ分解しようか。これをすべて外すして、多分、王戦は蒙古軍になってんじゃないですか、所属。ほら、なってます。じゃあ、王戦。誰しよう。あ、誰でもいいんですけど、多分誰でもいけるんじゃないですか。王戦、教会、誰行く？ 4 人以上でしょ。あ、シーン入れたいね。 70% 以上だけんな。あ、衛星、王戦、楊端和、もう星7をもうこれでもかってぐらい詰め込もうか。芯でいいんじゃん。標高でもいいけど、二突した芯で、必殺ゲージ上昇、こいつも必殺ゲージ上昇だから、こっちがいいか。で、王戦も、必殺ゲージ上昇。これがおったはず。ヒミカじゃないかな。で、こいつは攻撃速度と攻撃力。で、シンは必殺ゲージ。必殺ゲージそんなにいっぱいおらんか。これでいいか。これでもいいや。じゃあ、この編成でやっていきたいと思います。70% でしょ。これいけるんじゃん。いけんかな。いけると思うけどね。さあやっていきましょうかい。ねーねーねー。義国。このままでいいや。あ、このままでいこう。これでいこう。力を尽くすのだ。いけるっしょ、輝きのもとに始まったぜ。じゃん、これが天下に轟く天だ。あ、結構相手 HP ある。あ、一騎打ち来た。これ取ったらでかいぞ。悪いが命をもらう。行く。本当はね、一騎打ちはなしっていう、まあ取ったありますけど、でもアイテムくれるんで絶対 OK。 これはでかい。もうこれ余裕でクリアしました多分。私を釣るだ。こっちや。王の刃を喰らえ。これが私の舞だ。オッケー、強い。強化やっぱ強い。これで必殺軽減入ったんで、多分余裕で勝つでしょう、ね。無駄に抗う術はない。王の刃を喰らえ。これが私の舞だ。恐怖に顔を下げるな。オッケー。死
おー、バリ強い。ほぼ無傷。天下に轟く剣だ。いやー、この編成ぶち当たり。いや、最高。え、これ合ってるよね。我々の勝ちだな。70% 以上でしょ。で、4人以上でしょ。4人以下だった。4人以下やったし。やらかした。もう一回やらんときは。あ、4人以上かと思った。4人以下かいな。芯外せばいいんじゃん。芯外しても勝てるでしょ。 70% どうやか。一応もう一回、今なし。ノーガン。はマジか。ここ芯外そうや。ヨウタウンはどうなんやか。まあ今のは正直ね、一騎打ちあったんで、まあ簡単に行きましたけど、いや、ギリギリなんじゃない。最初の弓兵えぐくない。めちゃくちゃ攻撃してくるやん。ビビったし。多分一人に焦点合わせた方がいいと思います。いや、こういうこと。力を尽くすのだ。その内にある輝きの元に行くぞ、リクス。お、結局またあー、さっき見たぞ、これ 78% 行くよね。これやられたらリスペアします、一回。無理やもん。これ3人は勝てないです。 70% ってことは1人死んだらまずい。王の刃を喰らえ。いいね。どこ行ってる？どこ行ってる？どこ行ってる？こっちやん。みんな同じ方向に向かう。これが私の舞だ。ウムラに抗う術はない。この刃を喰らえ。これが私の舞だ。必殺技の点入ってるんで、まあ、当たっても問題ないです。王の刃を喰らえ。ダーコン、これが私の舞だ。オッケー、楽勝。ピピピピ、楽勝やったね。結局なんだかんだ最初一騎打ちやったね。オッケー、これで2個ゲット。ドゥ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 デー。あ、もうこの編成じゃ真似できんか。でも似たような武将いないもんね。俺猛豪軍こいつしかおらんな。あ、猛武とかおるけどあんま強くないもんね。最初めっちゃ強いなと思ったけど、味方が死ぬのゼロ、戦闘の7000人。これむずそうやな。3人撃破。これ溶炭を外していけない。一人も死ねないでしょ。なんか下手に弱いの入れた方がちょっと怪しいと思うけどな。これで一回行ってみようか。これでやばかったら、どの道を星6入れてもさ、2000人取るわけじゃん。考えて、これ1000円足し、1000円じゃね。弓兵足せばいいんか。なんか特能を持った弓兵足せばいいんだよ、星5で。星5って1500っけ？星5、1500？ ああ、1500するね。じゃあ、星4か。技巧入れたいんじゃない？どう？技巧。これいいや。封印体制よりもなんかこう封印してくれんかなって思うよね、いつも。両封印にしますか。
で、技巧で遠くからちょっと攻撃してもらえますか。で、これで破れたらまあまた考えますか。まあそうやってちょっと試行錯誤やっていきますので、最後までお付き合いしてください。お願いします。また来た。迷惑メールすげえな、マジで。これも一点突破しますか。どうせ3人まず倒さないといけないんで、剣武将か。力を尽くすのだ。一番痛いのは王戦やられるぜ。勝利はすでに確定。これが私の前だ。あ、でも強くないぞ。いけんじゃん。これが私の前だ。まず向こう入るでしょ。まあ回避してくれたか。攻撃不要。これが私。攻撃不要じゃねえ。攻撃不要のとこきつい。この裏に抗う術はない。沈む。オッケー。に我が配下とする価値は。誰もやられてないぞ。わ、時間あるじゃん。空からと共に戦えることを誇りに思うぞ。これが私の舞だ。ちょっと待ってくれ。悪いが、ウヌには死んでもらう。ソラタラと共に戦えることを誇りに思うぞ。えぐいえぐいえぐい。時間を聞いてないよ、それは。これが私の舞だ。もうね、止まる前に。よっしゃ、危ねえ。いったぜ、ギリギリ。ギリギリっす。これ一発クリアでかい。嬉しい。オッケー、パーフェクト。これ早い、パーフェクト。いやー、みんなこうやって攻略するんだよ。うん。星7持っとる人は結構楽かもしれん。まあ結構そこなんだよね。で、星3も突合とか死闘武将がいっぱいおるんやったら多分余裕やと思うよ。まあでも星3のやつは多分クリアできるようになっとうと思っちゃうね。それなりのあのプレイスクリがあれば、プレイスキルがね。猛攻軍？これさっきのでいいじゃん。え？え？ 4 人？ 5 人？ 5 人いける。5人いけるはでかいぞ。ててててて、てれててれて、てててて、てれれーて。弓兵入れるか。弓兵を一人。あるでしょ。カモン欲しくないじゃん。これ面白いんじゃん、この編成。あんま使ったことないな、猛騎軍。あ、猛騎じゃねえや、猛武軍以外。あ、大騎軍ね。大騎軍以外のこのカモンをあんま使ったことない。あ、誰か来た。誰か来たけど出れません、残念ながら。僕ちょっと今出れません。無視しよう。俺なんかイルス使ってます、健全。これでいいんじゃない。力を尽くすのだ。そのうちにある輝きの元で。勝利はすでに確定している。これが私の舞だ。王の刃を喰らえ。この方が早く壊せ。黙ってゲームタイム。黙って行けない。これが私の舞だ。これが私の舞だ。しかも散って向こうまで。
いけるんだよ。これが私の舞だ。15秒やで。間に合う。10秒。術ではない。わあ、君厳しかった。諦めはしない。次はもか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 必ず。ちょっと一回消えるよ。はい、ごめんなさい、戻りました。これもタイマーあるやん。ミッションよく見ろって。いけるな。これ誰にしたらいいんだ。いや、これでもう一回いければいいんだよ多分ね。攻撃の仕方が悪いかと思うよ。速攻、まず速攻で宝箱壊し行って、2人1組で行くやん。逆がいいか。で、もうやられる覚悟でしょ。 70% あればいいんやけ。そのうちにある輝きのもとに我らの戦い見せてやれ。行け、うるせえな。これが私の舞だ。でも必殺技を打っておった方がいい。で、またこういう感じで、そしたら王の刃を喰らえ。ってなるやつが突撃態勢、行くぞ。40秒あります。カンオが遅いんだよな。 OK、 行ったろ。これが私の舞だ。ここで一人倒した。カンオに左奥行かせばいいな。急げ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 。で、必殺技はウムラに抗う術はない。で、またで、必殺技を打ちます。で、またの刃を喰らえ。はい、逃げ置くか。これが私の舞だ。で、教会もで先にもお二人こ混乱しと場合じゃねえや、時に混乱しと時に行け、倒す倒す、早く早く早く。オッケー、15秒あれ、こいつ倒れるよ。オッケー、よっしゃ、宝箱いった。あと倒すだけ。
これ来たろ。これが私の舞だ。よし、あと一人。よっとクリア。よっしゃ、行ったろ。あとはもう、ゲー。あと問題70パーいったか。うるさい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 。もうとコメヤクメール拒否さん拒否中。設定変えないけんのか。メアド変えた方がいいんだ。メアド変えたらまた全部さなきゃいけない。めんどいんだよね。ちょっとあと設定しときます。皆さん見て見ぬふりしてください。ゲー、順調やね。ここは5000以下。また時間あるね。これ多分5000以下。5000以下きついな。オーセンおらんのでかいぞ。いや、エースいると思うよ。一人も死ねないんだろ。絶対なおさえ言うと思う。3人や。2人倒した時点でもう行けばいいんか。コーリゲンの方が強い。星さんが星に勝ったらおかしいもんな。ギコも強い。ぶつけさせようか。装備装備、これ大事や。これ結構大事でしょ。火薬貸して、後返す。あとで返すけね、ちゃんと。オッケー、じゃあこの編成で行ってまいるぞ。ダメならやり直すだけです。難しくありません。やり込みすぎてもう肉なんか1000個以上あるわ。いや、おもろいよマジそれぐらい。ちょっとマジでね、みんなやった方がいいよ。キングダム7フラ1000万ダウンロードいった。これを見て中国人の人はどう思ったんやか。これしかも教会の得意な場所じゃん。夜じゃないけど。行くぞ、どこ行けやん、ギコ。やられんねん、お前。え、貝死亡に行けやん。これが私の舞だ。キリアになるぞ。絶対やられんなよ。はい、死亡。攻撃力強いもんな。恐怖に顔を下げるな。やばい、危ない。よし、もう一人倒したらはい、死亡に行く。まだ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 、これじゃクリアできん。勇敢なる者たちよ続け。勇敢なる者たちよ続け。これが私の舞だ。そなたらと共に戦え。よしよしよし、回復。オッケーで、いけ、回収まで行け。全員総攻撃や。総攻撃。総攻撃かけろ。行け、行くんだ行くんだ行くんだ。恐怖に顔を下げるな。避けろ。うくらった。ゲージ溜まれ、ゲージ溜まれ、ゲージ溜まれ。あ、15秒。これが私の舞だ。ここ行ったら防御力上がった今。よし、膝先が行くね。付与してくれ、付与してくれ。避けろ。うわぁ、これ積んだ。だって死んだらダメやもんね。あとちょっとやったのにな。厳いぞこれ。お、あーでもどうだろうね。
カレオテン連れていくんだ。てか教書、あ、ちょ待てよ、ここ教会にするやん。個人技能なんだっけ、攻撃回避でしょ、強所。攻撃回避ダメなんかな。これいけんで、あ、剣武将か、剣武将かと思った。これダメやったら4500やろ。え ?5000 もやん。星4か。星4のさ、武将でいったら絶対やられちゃうんだよな。弓やと思うけどな。槍でもいいんかな。弓か槍。どっちかやね。これでいくか。これでいってみよう、もう一回。ダブル境界でもいいけどね。境界境所でダメだったらもう過料点で、過料点でダメやったら境界境界でいくか。ダブル境界でフレンドさん借りて、あ、それでいこう。最初ね、怒りをねついちゃうから、ね、気を引き締めていこう。教授喋るんだ。うわ、一騎打ちでかいぞ。ここでの一騎打ちでかい。なんぼでも S ぐらいあるんだよ。あ、 A プラス。あ、苦手属性やけど関係あるんかね。属性って関係あるの、この一騎打ちって。ずっと思ってたけど関係ないわ。オッケー、これ激アツ。これでいけんかったらもういけんわ。諦めます。っていうか、ちょっと返しを見して。挑発やろ。一時間攻撃回避、防御力アップ、共闘時ね。で、空間が攻撃封印、不要無効。なるほど。敵陣を突破する。オッケー、食らうね、敵の攻撃。これが私の舞だ。剣の食らっちゃう。痛くない。舞うよ。白鵬。オッケー。いや、100年早いよ。あいつが標的だ。行くよ。全然ダメ。これが私の舞だ。バリクラ終わった。白鵬。これ積み木割りに積んだわ。あ、この回死棒つれえな。王戦で行く？でもな、ただ相方芯がいいのかな。戦爆毒もありっちゃありやけどね。一人で生かして吐く気っちゅう手もある。ここをね、過料点にしてみようか。炎武将を使いたくないんで、ここで。で、ここを、強にしてやっていきますか。いや、今日これクリアするまで終われんね、ぶっちゃけ。編成とかした方がいいんやけどね。いや、せん。もうみんなに全部見てもらう。これ試してよ、これ試してよっていうのは大事でしょ。なんか人が来て出れんかったけど、
あ、地属性になったらいけんね。魔王女緑水、俺の策で勝利に導いてやるんだ。そうだよ、私が背中これで最後だ。回避付与されてる、いいよ。めっちゃ暗いや、うそ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 う。これが私の舞だ。はい。奴の命をもらう。どんどん回避しちゃって。これが私の舞だ。全然早いぞ。私が背中を守る。はい、死亡に効かんねやか。暗いよもなんか。これが私の舞だ。あ、火力点溜まって。技巧弱い。技巧の殺傷弱い。もう一回避けろよ。避ける前にやられた。ダメや。呼吸がついてきたね、完全に。まあいろいろ手を変え品を変えやっていくしかないね、これは。おライン来た。ラインはいいけど。何時なの？あ、もう12時やんけ。わあ、これむずいぞ。ここでつまずくわけにはいかん。これ外して、じゃあ教会借りようか。これで勝てんか。これで勝ったらすげえ。これで勝ったらありがとうって感じ、マジで。で負けたらもうありがてないやろ。もうどんまいや。マウゾ緑水、打って出るぞ。さすがに全員倒しちゃったら時間ないはずない。お前かい。私が背中を守る。これが私の舞だ。これが私の舞だ。行け。ちょっと残ってる。いや、ここで本当は行きたいんよ。ここで返しも行きたいけど、お前返しも手伝え。向かってない。オッケー。ちょっと半分以上残った。これでいけんかったら終わりや。これが私の舞だ。これが私の舞だ。どけろ。うわ、終わった。これは無理や。教会に依存しすぎやな。違うね、これ違うわ。教会じゃいけんのやろね。真剣考えようか。僕の作風はもう一個あって、毒で敵を倒して、まあそれでも教会でもいいか。教会でもいいし、白鬼でやってみる。じゃあいけるんじゃない白鬼。舞台編成でここに白鬼入れます。ポイントは早くゲージを貯めさせることっす。時間ないんで。だからまたさっきみたいに今日使います。ここも最強なんだ。あー、ここが6000やったら話変わってきたな。ここが6000やったらな。でマロンで終わりやったな。絶対余裕やん。もう生かしたらいけないんで。マウゾ緑水、待機待機。
で、溜まったら撃つと。えぐ、もうえぐいぞ。いいね、ギコ。いい仕事しよう。これが私の前だ。早い。奴の命を狙う。おお、これめちゃくちゃ早い。剣で倒せ。オッケー。そしたら死ぬやろ。いかん。これが私の前だ。周り倒せばよかったか。よっしゃ、クリア。なんねや、これやんけ。最初からもうすぐいけた。はい、もう俺の人生ミスです。これやったら多分いける人も中にはいるかもしれないです。いや、白鬼がおれば、まあ、なんとかなるでしょうって話っす。あ、これ裏技っぽかったな、今。ちょっといけんな。これ多分チートっすね。いけん。割合ダメージ相当強いよ。HP が多いほど、そのね、何パーセントのダメージ与えるって、バリ強いっすよ。いや、もうあと2個溜まればいい。うわ、また返し場合、もう見たくない、こいつ。強すぎて。換気軍。騎軍で歩兵3人。歩兵か。マロン使えねえ。換気軍1人やった。あ、でも結局歩兵3人だから。どうしよう。換気軍だったら、でも普通にもう、削り合いでいけばいいんだよ。で、ここはあの、国王にすればいいんじゃん。ライドか国王。ライド確か馬乗ってた気がするんだよね。俺が持ってるライド。ライドン。歓喜これしか持ってないもんね。オギコも微妙。オギコとかもう、オギコはね、歓喜軍じゃない、強くないっすね、多分。もう歓喜軍に特化した武将なんで、千人将やけど。もう武将ではない。国王かな、やっぱ。国王でしょうね。これはどう見ても。ライドも歩兵じゃ歩兵ない。これかな。混乱もっと押し。必殺ゲージ、攻撃速度と、あと必殺ゲージですね。だから、氷。これでいこう。これでいきます。これいけるやろ。いやー、見えました。30勝超えてクリアしてください、皆さん。持ってない人は、似たような武将って正直あんまいないっすもんね。まあ、おるっちゃおるんやろうけど、だいぶ変わってきますもんね、やっぱ。騎馬兵じゃん。盾兵にせやがったら。魔王者緑水。歩兵じゃ勝てないでしょ。よし、私らも出るぞ。歩兵じゃ分が悪いか。私が戦いを見る。エメラの顔ももう見飽きた。ラス。しかも時間あるし。これが私の前だ。ヘイ。やつの命をもらう。水属性が倒した。この刃を食らえ。相手さ、HP ありすぎですね。これ全巻き。これで一人死ねや。それでいい。70%。エメラの顔ももう見飽きた。あ、別に何死んでも大丈夫。いけるや。これ余裕でいったら。私が背中っぽい。いけ。余裕のやったんでしたね。私の前だ。はい。おい、オッケー、楽勝。余裕でした。我々の勝ち。ゴーが換気軍じゃなければこれはクリアしてないです。ガシガシしてますよね。オッケー。もう最後もう1000でいいんや。絶対むずいんよ。あのここ最近のね、25、6ぐらいからもう最後のとこバリ強いけん、もう全然勝てんもん。もうまず勝てない。もう手も足も出らんちゃうこのことやん。
んでさこの縛りきつい7000多分ねこの怪獣めちゃくちゃ強いんよ。でねこのじいさんがまた強いっちゃったの。必殺封印一定時間を伏線潜るんや。対戦時変化攻撃力倍か。いやこれが強いんだよな。ジグに所属1人以下になった瞬間やこいつがやられた瞬間もバリ強くなるじゃんこいつが。え見て一回行ってみる。何ね4人いってた7000以下7000以下だったら王戦分かった。うるさい。もうさっき迷惑メール拒否したのにそこもうるさいしか言ってないすいませんね皆さん。え衛星いい何？おーわお、もう40分経ってる。境界、これ最後にしますか。これクリアできんかったら終わりっす。王戦でいいじゃん。で、技巧入れとけに、また。技巧ちょっと。端っこぐらいに。ハエみたいな感じで。おさじ。さあ、何でもいいやけど。あれ？聞こう。ん？おる。顔見もしないか。技巧は親族、新兵じゃないもんね、確か。これでいこう。これでいってみます。ダメだったら即諦めす。それも死んだらいけんのよね。ちょっとそれ厳しいよな。まあこれクリアしたらまるまる15個ゲットのでかいはでかい。5余りでいけるけんな。これ引くんだよな多分。先に回し棒やった方が多分いいと思うんだよね。俺の予想だと。力を尽くすのだ。そのうちにある輝きの元に勝利はすでに確定している。敵陣を突破する。勇敢なる者たちを続け。でこれがいいでしょ。これがハマれば私の前だ。邪魔をするな。避けろよ。すげえな攻撃不要。あこれ攻撃封印うざい。攻撃できんのうざいぞマジで。めちゃくちゃうざい。あっ HP60万。もう無理やこの。ちょっと無理ゲーですねこれ。諦めます。返し、これ無理や。60万よ。60万ぞ。60万。絶対ハクキいるやろ、これ。見えたぞ、俺、編成。ちょっともう一回だけやらして、最後。あ、もう1時間動画になっちゃったね。編集してくれって。いや、これはもうマジで見えた。50杯以上か。死んでも大丈夫じゃん。もう攻撃戦。いや、ダメか。もう結構攻めるよ。換気マロンでいいんじゃない。換気じゃね、白気マロン、マロン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 。もうこれ探すの大変。攻撃できるなら攻撃する必要はもうないやろ。じゃあでも必死で耐えてくれればいいんやけ。あ、だからこう王戦でもいいんじゃない。
オーセンで反撃付与するじゃん。で防御力増やして、でここが必殺ゲージ大事なんで、これでいったらどうよ、これどう、この編成これ強いんじゃないってか今思ったけど、えこれやろ、これバリ強いと思うよ。これでいけんかったらもう俺多分ない編成がないマジで冗談なしに。た白鬼はこう HP 減らしてもね、そんなにとどめをさせる武将がおらんかった意味ないというね。下がっとけ、あんま前に出んね。受け、そなたらの活躍を期待している。戻れ戻れ戻れ、お前必要だ。あ戻るんだ。ウムラに抗う術はない。9万しか減らせれんのでちっちゃいじゃちっちゃいよね。そうでマロン邪魔をするんじゃこどもが。必殺技が軽減あるやつがおったら最高なんやけどね。ここで攻撃力攻撃できないやろ、受けない必殺技。攻撃されやんけん相手は HP 溜まらんやろ。でも俺は攻撃でき、攻撃受けるけん必殺ゲージは溜まるん。この勝ち方卑怯いけど多分これしかないや。で毒で相手ダメージ減らすやろ。やばいやばいやばい、止まれ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 、やばいやばいやばい、無駄に抗う術はない。まだ残っとん、805もある。オッケー、我が配下とする価値はない。オッケー、ウムラに抗う術はない。潜伏しやがった。我が配下とする価値はない。毒で減らすやろ。あと1万5000かいけんかな。数の優位を生かす、ついてこい。これ生きてあと12万、だいぶあるぞ。あと6秒、行けや白鬼も。何サボっとんの、思ったけど こいつ攻撃かせやがった。うわー惜しい、これや。分かった分かった分かった、これいけたわ。今いけました、見えましたよね。要は白鬼が俺が前に出さんかったけいけんかったんや。攻撃させに行ったら多分勝ってたんで、まあこの編成で多分いけると思うんで、もういっときますてな感じでね。今回今日ここで終わりにしたいと思います。次回ですね、ガシャ引いていきますので、皆さんもう豪語期待しておいてください。あの引いちゃうんで僕、あのはい、猛語と猛点ぜひね見ていただければと思います。ではこんな感じで30章クリアしていけるので、皆さんもねぜひちょっとでも参考になったらいいかなと思っております。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。